パタゴニアエクスペディションレースは毎年夏にチリのパタゴニアで行われるアドベンチャーレース。2004年に第1回大会が開催された。世界の果ての冒険レースとして知られる10日間に及ぶレースでメンバーは男女を含む4人。種目はトレッキング、シーカヤック、マウンテンバイク、ロープアクティビティで構成され、未踏の荒の地図とコンパスだけで移動する。 その非常に過酷なコースのため、最後のワイルドなレース、世界で最も過酷なアドベンチャーレース、アドベンチャーレースのダカールとも称される。パタゴニアン・エクスペディトン、ザ・ラスト・ワイルド・レース・アーカイブド2010年2月11日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、エイミー・ミドルトン、オーストラリアン・ジオグラフィック、4・フェブラリー2010、アドベンチャー・ヤーズ・バトル・ザ・エレメンツ・イン、パタゴニア・レース、ウィル・グレー、ロイター、 25February2009 ノーボアリアマエセクタープブリーコエディーポナームービラザスヨネスオーブエマル30のオベンバー e r 2 0 0 0ありがとうございます